前はまっすぐ次の四死球へ進め。何？氷河のコスモが消滅する寸前にこの先の球が大きく弾けるのをせいやに感じたはずだ。この先のいずれかの球で氷河が危機に陥ったのは間違いない。一刻も早く救ってやらなければ。分かったぜ、シリュウ。ここで死ぬんだ。おめえら、お店の一撃だぜ。なんか寂しい雑兵たちなんだ。これでもサンクチュアリを守る兵なのだ。やられた。聞いてないぞ、こんなに強いなんて。ノザン昇竜派、ノザン昇竜派、ホホトキュッホホハハ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 されて手も足も出まい。貴様らとはここでさようならだ。ノザン昇竜派、ノザン昇竜派、一徳が逃げてるんじゃねえからな。せいや、シュンの、ああ、シリュウもシュンのコスモが弱まっていくのを感じたか。正直球で何かあったに違いない。氷河に続きシュンまでも。シリュウ、ここはシュンを信じるまでだ。あいつならきっと大丈夫さ。ノザン昇竜。
なんて速い剣なんだ。見えない。 この程度の実力ではこの先には進めんさ。先に進もう。ああ道が崩れている。断崖から飛び越えるしかないか。こんな谷から落ちたら面倒なことになってしまうだろう。そういえば老師から聞いたことがある。ジャンプ中にコスモバーストボタンを押すことで空中でもダッシュができるぞ。シリル、シリル、まだお前には。さっきの掃除球までの道とは違い、人気臭い道だな。コスモというより何か死の匂いがする。一体どんな戦闘が巨階級を守護しているっていうんだ。おそらくデスマスク。デスマスク。俺がサンクチュアリに旅立つ前に老師と俺に剣を向けたセイヤ。その時はムーが現れて俺たちを助けてくれた。ムーは今沙織さんを守ってくれている。今回ばかりは俺たちで切り抜けるしかない。ああ、分かっているぞセイ。シリュウ、さっさと巨階級に行こうぜ。シリュウ、シリュウ。待て、お前たち。お前はブラックペガサス。せいや、こいつは
お前は富士山麓で俺が倒したはずなのに。ブラックペガサスは一人だけの子を見ている。何？貴様ら、俺たちのことも知らずに採掘所に乗り、その無謀さだけは一定の評価に値する。だが、お前に生き延びるほどの価値はない。シリュウよ、もうすぐお前は死ぬ。せよ、次はお前だ。待て、決着はついていない。そんな体でなぜ戦うというのだ。友のためだ。聖夜たちがいなければ俺はここまでたどり着けなかった。今度は俺が友のために道を切り開く番だ。恐怖を見ている。シリュウ、シリュウ、まだだ。ここ東京、ここ東京、クリル政権、東京、まだだ。クリル政権、登山勝利。ここ東京、ここ東京。何強いとは。戦意が発達されたものには分かるまい。俺はあとの戦と、あと9時間であとを救わなければならない。その死で俺の過去を燃焼させているのだ。悪いが、ここは通らせた。俺を倒したからと言っていい気になるわ。どういうこと。どうした、シリュウよ。ブラシリュウに怖いのか。受けよ、我が剣を。ついたぞ、シリュウ。4番目の球、巨階級が目の前だ。